回はこちら、トヨタ 86GR でございます。で、この86は普通の86とはなんかちょっと一風変わった感じで、大人びた感触の86に見えます。ですが、それでもやっぱりブレーキキャリパーとかタイヤとかあとシートとかというのはすごくスポーティーな感じは残ってます。で、エンジン的なことを言いますと、水平対向4気筒 DOHC で、排気量が 1998cc で、馬力はざっと207馬力です。まあ結構馬力以上のパワーはありますね。何せ GR なんで。で、マニュアルギアも6速で、意外にちょっとストローク長めかなって思いました。というわけで、今回はこのトヨタ 86GR、 どんな走りをするかとくとお楽しみください。信号左。はい。結構ガツンとくるという加速はしますわね。こいつ。左折です。使ってるエンジン何でしたっけ？ FA 水平対向の、ああ、はいはいはい、スバルのエンジン。ああ、スバルのエンジン、はいはい。後であの飾ってあるんで見てください。ああ、あれっすか。馬力結構高いんですよ。200馬力。あ、200。はい。300もいってないんですね。いってないんですよ。ああ、意外ですね。2000cc。ああ、2000cc。で、信号を左で。あ、左、はい。あ、ここで左で。はい、その信号で左で。わかりました。はい、はい、こういう加
速できるってことはクラッチもやっぱ違うのかな。自分のビスでもこういう加速できたらあれかもしれないな。それはきっとエンジンの排気量の大きさとトルクの出方だと思いますよ。ああそうですか。あとはこれ FR なんで後ろからこう押されるか。ああ。いつ FF じゃないですか。そうですね。その違いは大きいと思います。 FF と FR の違い、で、入ります。はい、ポストのさっき出てきたところから。ここから入っちゃいます。いいですよ。よっこらせ。わかりました。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならチャンネル登録をお願いします。登録ですよ、登録。みんな待ってますよ。